何なんだよお前。芸人だよバカ野郎。これが芸事だ。本気でやりてんだったら教えてよ。人生切って芸人としてやってこうって死んだ浅草来たんだよ。たけさ、本当になれると思ってるの？銀ちゃんみたいに。思ってなきゃやってねえ。ちょうどよかった、飯でも行くか。ちょうどよかったって師匠、昨日も同じこと言ってましたよ。うるせえなこの野郎。部屋まで面倒見るんだから期待はしてるんでしょ。あのタケっていう若いの随分と良くなりましたね。最近じゃよ、あいつのコント見るために集まってる客もいるくらいだよ。時代はテレビでしょ。テレビ。それでも仕事など他にはないから、毎日ただ必死に舞台に立ち続けた。やめる勇気がないなら漫才しない。何言ってんだこの野郎。漫才だと、てめえ俺のシャツ何見てきなかったんだこの野郎。だったらここでのたれ死にゃいいのかよ。いくらここで爆笑さらったって何もなんねえじゃねえかよ。いつからそんな面白いこと言えるようになったんだよこの野郎。師匠に鍛えてもらったんで。